も先輩のガンプラかっこよかったです。動きもすごく勉強になって、あの私も早くバトルを覚えてお役に立てるよう頑張りますから。あ、私のメールです。ごめんなさい先輩、ちょっと急用が、その少し部室を開けます。ゆい先輩とゆり先輩には戻るの待たなくていいって伝えておいてください。今日はこれで失礼します。おい、あれって噂のサイドゼロじゃねえか。あの生徒会に歯向かったっていう、なんだよ女子ばっかりじゃん。やべえ、ちょっと応援しようかな。少しは話題になってるみたいだね。でも毎日の登下校でこれはちょっと恥ずかしいかな。そうですね、どことなく不純な動機も見え隠れしますが、それでもここまで噂になるのは生徒会のあり方にみんな心のどこかで不満を持ってたんでしょうね。ならこの調子で名前を売っていけば賛同者がきっと増えてくる、そう思います。あら、マリカちゃんどうしたの？なんだかご機嫌だね。あ、いい、この間欲しかったパーツがミッションで出て、その嬉しくて。そうなんだ、おめでとう。はい、少しずつですが一人でもパーツ集めできるように。なあ、ちんたら歩いてんじゃねえよ。ちっ、サイドゼロのやつらじゃねえか。森田くん、今のわざとぶつかったでしょ。はあ、言いがかりも甚だしいな。おい、不良の因縁かよ。ない、私のパーツが。お、なんかなくしちまったのか。そいつは運がねえな。森田先輩、その手に持っているのはマリカのパーツじゃないですか。え、その証拠はどこにあるんだ。あ、パーツに名前でも書いてあるってのかよ。森田くん、一体何のつもり。この間はガチの期待じゃなかったからな、再選の申し込みってやつだ。他人のパーツを奪うような人とバトルなんて。そう来ると思ったぜ。だからこうしようじゃねえか、俺はこのパーツをかける、欲しけりゃバトルを受けな。これなら逃げられねえだろ。なりふり構わない、そういうことですか。してください。マリカちゃん、返してください。私のだけじゃなくて、今まで奪ったみんなのパーツも。いい面だ一年、いいぜ、約束してやる。お前らが勝てば今まで奪ったパーツは全部返す。ただし俺が勝ったらお前らのチームを解散しろ。それは。はあ、生意気な転入生め、吠え面書かせてやるぜ。そうと決まれば早速やるか。ついてきな、サイドゼロ。よし、バトルルームは空いてるな。ま、空いてなくても生徒会特権で何とかしたけどよ。そんなことまでしているの？それが勝者の特権ってやつだろ。文句があるなら俺を倒してから言いやがれ。そうさせてもらいます。よし、間に合った。突然のバトルですが、この対決の実況は私、放送部の釈野凛子がお届けいたします。ラプラスの盾所属の森田翔吾とサイドゼロ、幾度も繰り返されたこの因縁の対決、
その果てにもたらされる結果とはいかなるものなのか。それではガンプラバトル、レディーゴこのクエスト
よくわかんねえけど、ポイントゲットだぜ。プレイヤー5、撃破されました。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。うぅ、間に合わなかった。もっとことはエレガントに運ばないとだね。切ったところですが、チームブルー優勢です。レッド、なんとか逆転を狙いたい。やりましたね、チームレッド。これは大きなポイントです。へへ、見たか。俺だってやるときはやるんだぜ。なんでだよ、なんで全力の俺が負ける。パーツがかわいそうです。何？先輩はそのパーツの使い方分かっていません。それじゃパーツがかわいそうです。他人から奪ったパーツを強そうだからと考えもせずに組み込んでいたんですね。それでは負けるのも当然です。パーツにも使い方や相性があります。だから自分で手に入れて使わないと。ち、わかった、もういい。奪ったパーツは全部返すぜ。俺の乾杯だ。勝者はお前らだ。だから今はお前らが正しいんだろうよ。あの、二度とこんなことは。わかったわかった、パーツをぶんどるのも金輪際なしにするよ。こいつも返す。
悪かったな。やけに素直ね。後輩に負けた上に諭されたんじゃ反論の余地ねえだろ。くそ、絶対にお前らより強くなってやるからな。ええ、今度は先輩自身が集めたパーツで。お人よしともめ。こいつは先輩からの忠告だ。あんまり調子に乗んなよ。生徒会の連中は俺よりもはるかに強えぞ。彼は、私たちは負けないわ。きっとこの学園を変えてみせる。まあせいぜい頑張りな。これでパーツみんなのところに戻りますね。よかった。これはなかなか面白いことになっているな。この先どう転ぶか興味深い。